はい、マスターブルダブラキです。レイブレイ。はいはい、ってことで、はい、はい、はい、ってことでね、今日は、4月29日土曜日、土曜日ですね、ね、発売のこちらの商品を紹介させていただきたく、きたこちらですね、きたー、ランダムブースターボリューム6トレードワイマン 4G80、 噛まずに言えたー。ということで、こちらね、ランダムブースターのランダムブースター来た、ついに6番目ボリューム6、ボリューム6なんで、そしてもうね、当たりのベイはこちらです。皆さん、ワイバン言うとりますやん、トルネードワイバンですよ、ワキヤパイセンの。ということで、はい、じゃあこのコンプリートこれハッシュを見たい、並べたいと思います。見たい、せーの、はい、こちらでございます。皆さん、これだ、ね、こちらからね、これが全部のコンプリートですね。めっちゃかっこいい。ファング・フェンリル、ビースト・ベイ・フィーモス、うん、インフェルノイ・フリート、そしてトレード・ワイマン、そしてあイクシード・イビル・アイで、アイ・キック・ファントム、ファング・フェンリル、イクシード・イビル・アイ。なるほどね、このいいな、これ。そしてあれじゃない、おやっぱこれでしょ、皆さん。いやー、ドラゴンだって早く紹介して、トレード・ワイマン、いやね、紹介できねえよ、俺も。あ、動いてる、紹介できねえよ、俺も。動いてる、紹介できない、めちゃめちゃ動かしてるから。早く、これがトルネードワイマン、はい、4G80 懐かしいですね、はい、懐かしいですね、はい、ということで、はい、じゃあね、これパーツ返しましょうかね。きた、ディスクですね、一回ディスクでいきましょう。ディスクはこちらですね、あの、4ディスクですね、4ディスク、はい、そしてフレームが、グレイブ、なるほど。まあ、なんかこういなし系だね、うん、こうね、いなしつつ幅広で遠心力もある、だから長く、そして守るっていうパターンですね。結構居座るタイプの組み合わせですね、これじゃないですかね。それがね、もうね、色がもう気になる、なんだろうね、このかっこよすぎる、何これ、皆さん、あー、来たー、そうなんですよ、これね、あれ、オービットの、ね、オービットより球がでかい、大きいですね、球がでかい、で倒れにくい、倒れにくい、より倒れにくい、で、オービットなんだけど、周りがね、になってると思う、さらに周りが回る、うわ、オービットね、その周りが擦れて、はいはいはい、スタミナが減ってくんだけど、うん、それも、そこも改善しちゃう、そこも改善しちゃうから、もう倒れにくいし、スタミナも減りにくいみたいな、やば、なんですか、これもね、レアパーツですね、これ、いや、もう超レアじゃないですか、アトミックドライバーって言います。はい、テストに出ます。そしてトルネードは今、うん、なんでトルネードなんだ、トルネードでしょ、トルネードってグルグル、これですよ、何それ、もう回り回ってる、トルネードなんですよ。だから相手の攻撃がパツーンってぶつかるでしょ、はい、ガーンと、えってなるでしょ、もう今えって音の、そんな感じです、あの相手のベイもそんな感じになっちゃう。いや、あの、もう全ての攻撃に無関心なベイすごい、だってもう何も効かない、完全スルーしちゃう、効かざる、これでもう相手の攻撃をもういなしまくり、いや、もういなすの完全形じゃないですか、これ。ちょっとこれに攻撃仕掛けたいでしょ、ラッシュシュートとかリブートドライバーで加速してリード回りたいでしょ、もう全部スルーしちゃう、もう無理でしょ、さすがにラッシュもしてリブートもしたら、さすがにダメージ食らうじゃん。いや、そこもスルーしなくてみたいなぐらいの気持ちになっちゃうから、いや、すっごい寂しい気持ちだったっていうのを、じゃあ、ね、これからじゃあバトルでこんな思いをデイにさせるなっていうね、はい、じゃあその動画がこちらですね。はい、じゃあ、ね、そんなに言うなら、このゴッドバルキリーで超ラッシュ来るんで、いや、私は出しまくりますね、ここがね、どうやばいですよ、どう効くか、あー、でも効かないんですよ、これが、いや、さすがにバルキリーだからな、いくぞ、3、2、1、ゴッシュ、いけ、ラッシュ、お、逃げる、まずは動いて逃げて、なるほど、これアトミック、はい、しかも、当たったと思っても、来た来た、いいよ、はい、いいよ、いい攻撃入ってる、チリチリともう全くしてきて、そしてこっからリブートし、連打、なんだ、なんか全然効いてない感じがする、はい、来た来た、何これ、はい、攻撃してたっけ、なんかこう、のれんに腕押してる感じ、はい、ということでね、もう完全にドスルーするわけですよ、もう、ね、明らかにでも、あの、当たり方で分かっちゃうというか、もうそのぐらい相手の攻撃無関心であるっていうのがこのトルネードバイバンなんで、で、それが当たりで入っている、これがランダムブースターボリューム6です。いや、もうスルーするんじゃないよ、それは、それの俺の面白いやつだ、それ何にも効かなかった、何も効かないんですよ、す
ですよ。これが4月29日に発売になりますので、はい、そして4月29日にはこのドレインファブギル、エイトナッシン、ナッシン左回転のスタミナベイですね。そしてライトランチャー L、ライトランチャー L、左回転用のライトランチャーでございます。でこれね、この紹介は別の動画でやってるんで、そちらもチェックしてくださいね。ということで、このね、ランドブースターボリューム6とその他ね、ドレインファブファドレインドレインファブギル、まあ4月29日出ますんで、皆さんよろしくお願いします。ということで、みんなバイバーイ。痛い。ああ。いや、昔。いや、聞いて。みんな、超進化した俺とバルキリーの活躍見てくれてるか？世界にはすっげえブレーダーたちがたくさんいる。俺は全力バトルで挑戦していく。夢はでっかく世界一だぜ。いけバルキリー、バウンドアタックで決めてやるぜ。ベイブレードバーストドット大好評放送中。3、2、1、ゴー、シュー。